を切るだけで運気上昇、2023年2月の三発開運法。はい、はい、先生、今日から2月です。うわ本当にうわーとしか言いようがないです ね。あっという間に1月終わりましたけども。そうですね。で、まあね、どんどんこう月日が経つとも言うし、はいはい、2月ってまたほら特に商売とかやってらっしゃる方にとっては、うん、すごい忙しいところじゃないですか、うん。なんだっけ、2月3月忙しいみたいな、2月逃げる3月去るとかって言いません？ああ、はい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 、ね、そうそうそう。だからもともと月の数も、うん、日数も少ないですし、まあ大変なところでございます。あっという間に終わりますよ2月。本当にね、いやいやいや、ダメ押ししなくても実感してますから、そんなもの。あっという間に終わると思います。で、まあ毎月月始めにはさまざまな開運法の紹介のコーナーがありまして、はい、まずは今日はですね、髪を切る、まあ、床屋へ行くとかね、まあ、カットしていただく、それをですね、その目的達成だけだったら気に入ったお店とか腕のいいお店に行けばいいし、いつ行ってもいいんですけれども、占い的見地からはですね、この日に髪を切りに行くと、プラスアルファで開運効果も狙えるぞという日がありますので、はい、それを発表するという、コーナーでございます。お願いします。はい、で2月ですよね、はい、ちょっと待って暦見るから。あこれで見てます。この暦によるとですね、はい、明日だ。おいおいおい、明日ですよ。でしかもですね、はいはい、2月がですね、明日だけです。あら、1日だけです。2月2日、はい、ということで、はい、2月の髪切りに良い日は2日木曜日のみ、はいはい、となっております。くれぐれもこの日以外に髪切ったから不幸になるとかじゃないというところは分かっておいてください、うん。プラスアルファが見込めるのが2日ですと、はい、ということでございます。非常にこの髪切りの日というのはランダムになっておりまして、月によっては3日も4日もある日もあれば、 ありましたね、あるいはゼロっていう極端な月もあります、うん。で今回は2月はもうなんと明日2日のみということになっておりますので、はい、まあこだわりたい方はですね、うん、明日行っていただければいいかなという気がいたします。はい、占いとか、まあ、いわゆる縁起を担ぐ、縁を担ぐというやつはですね、気にしないんだったら徹底的に無視すればいいんです。ほうほうほう。そう、占い師が言う発言としても変かもしれませんが、うん、占いとかって俺は信じないとかいう方いるんで、それはそれでも全然構わないんですよ、うん。でね、信じないんだったらもうとにかく 100% 全部弾いた方がいいんです。一切気にしない。なるほど。で信じるんだったらやっぱり徹底的にこだわった方がよくって、大体世間で不幸な結末迎えてるのってね、信じないとか言っといて何かの時ふと気になったとかって、その中途半端なブレが失敗のもとなんですよ、うん。結構みんなそうですよね。そう、大体そうなんです、はい。でだから気にしないっていうのは全然悪いことではないからいいんです。占いなんか信じない、気にしない、うん、いいです。だからだったら自分が悪くなってもどんな時でもずっと無視し続けた方が、うん、それはそれで一つの生き方として筋が通ってるんですよ、うん。で逆に気にするならばやっぱり細かいことを見ていただいてもいいかなという気がいたします。半端が中途半端に混ぜるのが一番危険というのは どの世界も同じだと思います。だから都合よく大変な時だけ頼るとかそれじゃなくてもうちゃんと最初から気にするか、もう気にせずか、きっぱりとね。そうですそうです。そこは一線を引いた方が良いのではないかというふうに思います。多分、ね、結構な人数耳の痛いお話。いやいやいや、まあ、これは、まあ、人数として、はい、困った時頼るのは、まあ、でも悪いことではないのでね、うん、日頃は使ってないけど使うはいいけども、はい、逆に悪いの気にしだしちゃうとキリがないみたいなことがあったりするわけです。はい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 、そう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 。まあまあまあその辺は今日のテーマとはそんなに関係ある話ではないけれども、うん、まあ、占いとの、距離感の取り方みたいなところですね、はい。いいテーマでまたできそうですね。これはそうですね。まあ2月1日でもありますので、はい、月始めに、一発かましておきました。ありがとうございます。それでは、まだ明日も開運続きますので、ぜひご覧ください。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。はい。